横浜税関は日本の税関。横浜市中区海岸2にしたる事務所を置く。南東北及び関東地方にある都県のうち東京税関の管轄外である太平洋側の地域を管轄する。1953年に東京税関を分離した。関東大震災前の横浜税関1923年の関東大震災で庁舎が東海消失し、 帝都復興事業の一環として1934年に完成した本席庁舎は、六章色のドームがシンボルでクイーンの塔として親しまれている。神奈川県庁本庁舎、横浜開港記念会館とともに、横浜三塔の一つに数えられる。横浜市認定歴史的建造物。造築物志向には、戸田建設が携わり、第46回 PCS 賞を受賞している。 当初高さ47メートルで計画されていた税関庁舎は第22代税関庁であった金子隆造の日本の表玄関たる国際港横浜の税関の庁舎とするなら高くすべきとの意見により4メートル高くされ高さ51メートルの横浜税関庁舎が完成した。完成当時は横浜で最も高い建物であった。 横浜税関盆関1階にある展示スペース。密輸品の実物を展示しているケウナ博物館。関港からの横浜港、横浜税関の歴史を綴る年表や、貿易の変遷、麻薬や拳銃などの密輸の手口、私的財産を侵害した偽ブランド商品や、ワシントン条約に該当する白製や標本等を、映像や、実物展示により紹介している。わからないことは、 説明スタッフに質問できる。入場無料。土日宿も営業。ただし、年末年始、施設点検日は休館。営業時間10時から16時。横浜税関本関、神奈川県横浜市中区海岸通り1-1横浜、高速鉄道港未来線、日本大通り駅より、徒歩3分 JR 根岸線、横浜市営地下鉄ブルーライン、神奈駅より、 徒歩15分、米少年ら監視艇を盗む単重持つに大包囲網、朝日新聞昭和49年11月8日、夕刊、三版。九面クイーンの塔について、横浜税関盆関横浜税関盆関に関するカテゴリー、ありがとうございます。